パワーアップは、オーストラリア出身のハードロックバンド AC、DC が2020年に発表したアルバムである。2014年以来の6年ぶりの新作。スタジオアルバムとしては、通算17作目。世界21カ国でチャート1位を記録しており、バンドメンバーだった、マルコム・ヤングが亡くなって以来の最初のアルバムである。全楽曲が、悪魔の氷をリリースした。 2000年頃にマルコムとアンガスによって作曲された。ロックオア・バストワールドツアーが2016年に終了すると相次ぐメンバー交代などからバンドは活動休止状態に陥る。しかし2017年にマルコム・ヤングの葬式でメンバーが再開して以降活動再開に向けてアンガスが準備を開始する。そして2018年夏アンガス、ブライアン、フィル。 スティービー・クリフがバンクーバーのスタジオに集結し、レコーディングをスタートした。このことは、スタジオ付近でメンバーを目撃したというファンの証言や、スタジオで休憩しているメンバーを撮影した写真が SNS に投稿されたことで噂が広まった。また、ロック・オア・バスト・ワールドツアーで、ブライアンの代役を務めたアクセル・ローズがレコーディングに参加しているという噂もあった。 それから2年後の2020年秋、バンドは SNS と YouTube に予告動画を投稿。新曲、Shot in the Dark をリリースした後、ニューアルバム、Power Up を発表した。また、このアルバムに伴う過去最大規模のワールドツアーが計画されていたが、新型コロナウイルスの流行により中止となった。しかし、コロナウイルスが収束すれば、ワールドツアーを行う可能性があるとアンガスが、 発言している。全曲アンガス・ヤングとマルコム・ヤングの共作。リアライズ・リアライズ3時37分、リジェクション・リジェクション4時6分、ショット・イン・ザ・ダーク、ショット・イン・ザ・ダーク3時6分、スルー・ザ・ミス・ツ・オブ・タイム、スルー・ザ・ミス・ツ・オブ・タイム3時32分、キックユ・ユー・エン・ユー・ア・ダウン、キックユ・ユー・エン・ユー・ア・ダウン3時10分、ウィッチズ・スペル。 ウィッチズ・スペル3時42分デイーモン・ファイアー、デーモン・ファイアー3時30分、ワイルド・レピュテーション、ワイルド・レピュテーション2時54分、ノーマンズ・ランド、ノーマンズ・ランド3時39分、システムズ・ダウン、システムズ・ダウン3時12分、マネーショット、マネーショット3時5分、コードレッド、コードレッド3時31分。ありがとうございます。